ファートの安倍六656号機、ポンテブロラ駅に停車中シフの安倍六662号機、イントラーニャ駅ファートの安倍六656号機、ポンテブロラ付近ファートの安倍六652号機、イントラーニャのイソルの川の鉄橋を渡るファートの安倍六655号機、ロカルノ駅に停車中ティチーの周地域鉄道安倍四6系電車及び、アルプス山独鉄道安倍四 6系電車は、チェントバンリ鉄道で使用される、山岳鉄道用部分定床式電車である。チェントバンリ鉄道は、スイス南部のティチーノ州地域鉄道及び、イタリア北部のアルプス山6鉄道の2社が運営しているため、同系の電車が2社に在籍している。なお、本校では、同系機である i 4 6系及び本機体を改造した、AB4、8型についても記述する。 本機はイタリア語で百の谷を意味するスイス南部のロカルノとイタリア北部のドモドスソラを結ぶ1000ミリメートル期間の路線であるチェントバリ鉄道に1992、93年22、編成24両が投入された2車体連接式の電車で同鉄道を運営するスイス側のティチーノ州地域鉄道が1、2等号作りのアベ4、6系6編成と1等のみのアイ4。 6系2編成を、イタリア側のアルプス山独鉄道が1、2統合作りの、アベ4、6系4編成をそれぞれ導入している。なお、アベ4、6型とアイ六6型はいずれも、客室等級の違いにより一部座席配置が異なるのみの同型の機体であったが、アイ六6型は後に座席配置を変更して、アベ4、6型に改造されている。製造は、 車体、台車の製造を、悪夢部米及び、シグ、電気部分、主電動機の製造を、アブが担当しており、VVVF 制御方式で、低勝部の床面高さを 530mm とした、バリアフリー対応の機体である。所属ごとの、各機体の形式名と、基板、製造年、機体名は、以下の通り。アベ4、655号機、使用機器は、 屋根状に搭載されるイントラーニアの鉄橋を渡る安倍4、8系、中間車体を追加チェントバッリ鉄道の全線、直中列車の約半数は観光列車として、アルプス山独鉄道が所有するパノラマ列車である安倍12、16系及び予備機である安倍8、824号機による運行となっているが、ティチーノ州地域鉄道では、 パノラマ列車を使用しない残りのロカルノで戻す空、直通列車にも輸送力増強を目的とした専用車両を使用することとなり、2011年に安倍46系の中間に1車体を追加して3車体とし、車両内外を更新した安倍48系45から48号機が用意されている。各機体の改造前形式、基板、改造後形式、基板、改造年、 期待名は以下の通り。沿線随一の名所であるイントラーニアの鉄橋を渡る、ン・ロ4、6系。ありがとうございます。